台南を行刑した、広人親王台湾行刑とは、1923年4月、日本統治下の台湾への摂政愚交代し、広人親王による行刑である。日本統治時代の台湾の台湾総督府に、到着した、摂政時の交代士を出迎える、騎兵隊、第一次世界大戦期、米国大統領ウィルソンは、民族自決主義を提唱し、戦争の終結とともに、 多くの植民地は次々と独立を獲得した。民族自決、民主主義の流れは、日本の統治地域にも及び、植民地自治の要求である、台湾議会設置請願運動が開始された。日本国内にあっては、対象デモクラシーが進展し、さらには、朝鮮3.1独立運動が、これまでの軍部主導の、特別統治イコール、憲兵政治の破綻を明らかにした。 このため朝鮮総督府、台湾総督府関制の改革がされ、総督の武漢選任の制限が外された。首相の原高氏は、日本本土と同様の制度を、植民地である台湾に適用するという主張、内地延長主義に基づく政策を展開させようとしていた。まず1919 19年10月29日、最初の文官総督となる、田健次郎が台湾総督に就任していた。 他総督も内体融合や一主導人などの方針を唱え、これに基づき、1920年地方制度の改革を実施し、州、市、町、省の幹線議会を創設した。翌1921年2月台湾総督府評議会を設置した。さらに1922年1月には、三一方を法三号に改め、 原則的に日本の法律を台湾に適用するとした。この他にも台湾人管理特別任用令を交付し、台湾人と日本人の驚愕を許し、台湾人と日本人との結婚も認められた。現首相と他台湾総督は自らによる内地延長主義により、手直しされた台湾統治体制の諸改革を権威づける総仕上げとして台湾行刑を実行した。一課日付、 宿泊地、主要訪問地の準ギャラリー台湾、行刑記念切手台湾総督府は1 0五輪と3 0の記念切手2種を発行している。切手の発行権限は低新省にあったため、形式的には日本国内全域で使える切手であったが、発売されたのは東京中央郵便局及び台湾総督府管内の郵便局でのみであった。描かれていたのは台湾一の広報であり、 当時日本一高い山であった新鉱山である。ありがとうございます。